これ鎌田選手はこういうトークショーとかっていうのはどうですか？いや、初めてです。初めてですか？僕基本やらないんでこういうのでもさっきちょっと控室で言ったらどういう人がねこう、買って来てくれてるんだろうっていうことをちょっと心配されてましたけど、もう満員でバッチリ。いやびっくりですね、はい、日本で僕ファンなんていると思ってなかったいますよね、いますよね、いますよね、はい。今回、鎌田大地選手ということで、鎌田大地の6文字あいうえお作文のような形にしてこうちょっとトークテーマを設定させてもらったので、まずはかからいきましょう。大丈夫でしょうか？はい、鎌田大地のか、過去の話ということで、まあ、鎌田選手といえばですね、いろいろこう SNS でも出てくるようなの、いろんな伝説があるので、ちょっと今日はこの伝説を、まずかに関しては伝説をちょっと振り返ってもらって、これは本当なのか嘘なのか、ちょっと大げさで言ってるのかとか、その辺も含めてちょっと話していただきたいなと思ってます。じゃあまず最初の伝説、その1いきましょう。ドン、伝説1、高校時代椅子、廊下に椅子を並べてドリブルの練習をしていた。これは本当ですかね？はい、こんなの伝説じゃないでしょなんかこれは TikTok とかでなんかその様子を同級生かなんかが上げてたんでしたっけ、はい、あれちょっとどういうシチュエーションだったのかっていうのを教えてもらってもいいですか？そうですね、まあ僕の高校がすごいスポーツ学校だったんで、多分普通の高校で、ね、はい、廊下でドリブルなんかしてたら何してんだってなると思うんですけど、はい、僕はスポーツ校だったんで全然僕は廊下でドリブルしてても変に思われなかったし、まあその当時僕がやっぱりドリブル上手くなりたいと思ってて、その当時は安高校がすごいセクシーフットボールで、ね、有名だって、はい、で安高校の下部組織のセゾンっていうチームの選手と僕仲良かったんで、安がどういうドリブル練習してるみたいな感じで廊下にね椅子を置いて、高校の最後の3年生の1年間ぐらいは毎日1時間ぐらいやってましたね。そんなに？それはいつですか？昼休み？授業中？違います、朝の朝の登校の時ですね。朝のだからみんなが8時半に学校来るとしたら7時半に着いて、はい、でトレーニングして、で授業中はまあ寝るみたいな感じでした、ね、あ、そうですね、ちゃんと体力回復しないとねそうですね、僕住んでたのが兵庫県に住んでたんで、その時、はい、僕のその実家から京都までが1時間半ぐらいかかって、毎朝5時に起きて、で始発に乗って自分で、ね、あの冷凍食品とかチンして弁当作って持っていくみたいな生活をねやってましたね。あれ、おばあちゃんと一緒に住んでたんですよ？おばあちゃんと住んでたのは中学校の時で、はい、まあそれはそれでまたねすごい大変でしたね。でその早く起きた分を授業中に回復すると、はい、しっかり回復してまた夜トレーニング、はい、で家に着くのが毎日夜の11時とかだったんで、はい、まあ授業中に寝てね回復するしかなかったです、ね、はい、まあ、オンラインで見てる良い子は真似しないでということで、はい、まあ人それぞれですからね、まあ、それで今はね代表になればいいかなってい う, こ う, いうこ僕でもちゃんと授業とかは寝てましたけど、はい、僕の平均点はテストは82、3点あったし、僕は頭だけでカンカン通りついけるぐらいの。本当ですか？はい。それ、それは突っ込んでいいってことですか？ジョーク？本当ですよ。じゃあそれで今もチームメイトと英語で話せるしっていうところが、いや通じてるのか分かんないですけどまあ一応言いたいことはね理解してくれてるのかなと思います、ね、じゃああれは本当で、で当時の様子を友人がSNS で残してあげてくれ て、動画撮ってて、はい、久しぶりにこんなの出てきたって言って、うん、でそいつが上げてたんで、まあ、僕はこう久しぶりだなと思ってリツイートしただけです。なるほどね、なるほど、そういう秘密があったんですね。はい、じゃあ伝説にちょっといきます。ドン、高校時代に練習のメニューを変えるように先生に要求していた。これは、はい、覚えてないですね。覚えてないですか？いや、なんか僕の高校はすごい対人練習をすごいするチームで、はい、まあ、もう練習が1対1、2対2、3対3、4対3、5対5とかで、みんな1対1とかはできるんですけど、とにかくもうボールを回すのが下手で、
なんかボール回しをしたいって言ったことは覚えてますけど、まあ、僕一応みんなに信じてもらえないかもしれないですけど、はい、高校3年生の時キャプテンやらせてもらったんで、はい、まあ一応なんかそういう提案はねしたのかなっていうふうに思います。あのその高校の福重先生はこの間ワールドカップにも招待されてたんですよね。一応しましたね。あの自分で自分でまあお金払ってでも見に行きたいっていうふうに言われてて、はい、でまあ最終的には自分が全部出しましたけど、まあ一応お世話になったんで。なんか先生はそれですごい自分も一応は認めてくれたんだなっていうのを喜んでたっていう。そうですね、まあ僕もねこんな感じなんで、はい、まあいつも気使って僕に直接連絡してくるっていうよりは、まあ、親に連絡して、はい、まあ、代表戦のチケットだとかいろいろ頼まれたりしてますね。あ、そうなんですね、はい、一応じゃあ先生も気使って。そうですね、まあ、僕も気使ってるし、でその先生僕も気使ってるんですね、はい、で先生がじゃあそういうことを言ってたっていうのはじゃあちょっとまあそういう話を先生がうまくこう表現してくれた、パスを回そうとかそういう話をうまく表現してくれた感じですかね。じゃあそうですね、先生が僕はねよく見えるように言ってくれたのかなと思いますけど。そこの信頼関係ですね。はい、じゃあ次の伝説その3いきましょう。サガン鳥栖に初めて練習参加した時に態度が悪くて、そんな態度なら帰れと言われた。はい、言われましたこれ鳥栖時代からのファンの方もいらっしゃいますけど、どういうシチュエーションだったんですか。高校3年生2年生高校3年生の時に、はい、まあいろんまあ、これねサガン鳥栖だけじゃなくて他のチームでもそんな感じだったんですけど、はい、どこ行ってもこんな感じで言われて、はい、サガン鳥栖に行った時にサガン鳥栖の最初の練習参加、まあ、いろいろあったんですけど、はい、まず一番最初僕は腰パンしてたらしくて高校生の分際で、はい、腰パンしてたのを、はい、あのバンドさんにすごい一回怒られて、はい、まずで練習でもやる気ないわけじゃもちろんやる気あるし、はい、やる気ないわけじゃないんですけど、まあ先輩に本当にやる気ねえなら帰れよって叫ばれてで俺はその時に、はい、こんなチームはもう絶対来ねえと思ってたんで、はい、サガン鳥栖からしかオファーがなかったんで。なるほど、でも腰パンしたけど別にそれは関係なく、あのプレーとは関係ないよなっていう川田選手なりのあれがあったってことですか。いや腰パンしてた記憶がないんですけど、なんか腰パンしてたらしくてもう腰パンしてたんでシャツインされてここぐらいまでバンドさんにズボン上げられてバンドさんらしい感じで、はい、いやそうなんですね。じゃあこれは結構本でもそういう鎌田選手はその普通にしてても例えばフランクフルトの地元メディアとかでも普通に淡々とプレーしてるとちょっとやる気ないみたいな言われがちじゃないですか、はい、その辺はじゃあ昔からそうだったんですか。そうですね、まあこういう雰囲気とこういうなんていうこんな感じなんで常に、ね、99% ぐらいは多分マイナスに見られがちでまあでももうそれは自分だと思うし、なんか自分自身がもうそれ自体をね変える必要はないと思うんで、結局自分がサッカーでね結果残せばそういう見られ方が逆にいいように見られたりだとか、まあ僕が変わるんじゃなくてこう周りがね変わってくれたらいいなっていうふうに思ってるんで、まあ僕はこんな感じでねずっと変わらないかなっていうふうに思います。なるほどね、そういうポリシーがちゃんとあるということで、じゃあ最後の4つ目の伝説に行きます。サガン鳥栖でのルーキー時代に自分を起用するように監督に直談判しに行った。はい、はい、来ました。これはなんかちゃんと理由があるんですよね。これは理由ありますね。まあその自分自身を過大評価してるわけじゃなくて、まあその時もまあルーキーで18歳でしたけど、まあ明らかに練習とか練習試合でもまあ自分自身すごい良くて、ただなんかまあ鳥栖時代が終わってから監督に言われましたけど、まあ、大地が調子乗らないように最初は使ってなかったっていうふうに言われて、おお、なるほど。でまあ僕の方が良かったんで、まあその客観的に見て自分の方がいいと思うから、まあその当時の 森下さんにまあ直談判しに行って、なんで自分が出れないのかわからない。でまあその森下さんもまあ僕みたいなこう何て言うんですかね、まあ、やんちゃなタイプの人間がすごい好きだったらしくて、はい、森下さんじゃなかったら多分僕はねもう干されて終わってたと思うんですけどでもやっぱそういう人との出会いも僕自身は恵まれてると思うし、まあ、僕自身こう使ってもらってない時も、まあ、常に
一部練習が終わって自分だけ二部練習とかしたりもしてて、でフィジカルコーチ捕まえてトレーニングジムでやってた時に、ね、ルーキーで、はい、で、まあ、僕はボロカス言ってたんですよね。あの監督が何も分かってないってサッカー分かってねえみたいな感じで言ってたら、はい、窓がちょっとだけ開いてて森下さんがこうやって見てたんですよ本当に。で第一集合って言われて監督室3回ぐらい呼ばれて、まあ普通だったらまあ許してもらえないと思いますけど、はい、まあ、森下さんもそういう人間的なところはねすごい寛大な人だったんで、まあ、僕自身はそこはね救われたなというふうには思いますね。こうそういういろんな人になんか巡り合えるなんかその運っていうのは何でだったっていうふうに自分で分析します。その高校の先生も森下さんもそうですけど、まあでもそれは自分自身のこう逆に持って生まれたものなのかな。まあこうやって 99% の人ぐらいにはこうマイナスに見られがちですけど、まあその分そこでね神様がチャラにしてくれてるのかなっていう、まあ、そこは自分自身はすごい持ってるかなっていうふうには思います、ね、なるほど。で皆さんはちなみに 0.01% ということでいいですよね